んは。8月9日水曜日、時計の針は夕方6時になっています。今日も夕刊 TV スタートです。キャスターの金城玲子です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ皆さん、今日は8月9日水曜日、今から72年前に史上2番目の広島に次ぐ原爆が長崎に落とされた日です。あれから72年、今日は核について、そして平和について、多くの皆さんと一緒にこの長崎原爆の日について、また平和について語っていただく一日となっていただきたいと思います。さあそれではまず今日のラインナップからです。今日の一番ニュース、三栄大庵シティグランドオープン、夕刊読みラジゲストハウスカプセレント、とことん読みとん、しっとこ読みたん、大鳥バスに乗って図書館へ行こう、その他たくさんの読みたん村の情報をお届けいたします。それでは早速参りましょう。今日の一番ニュース、今日の話題です。さあ今朝皆さんグランドオープンしたと思います、三栄大庵シティオープン、こちらの話題をご紹介いたします。さあ今朝8時30分からオープニングセレモニーが行われ、ここ読谷村の玄関口となりますこのシナジスクエアの裏手に、なんと三栄大庵シティがグランドオープンしました。さあそちらの様子を含め、朝今日の取れたて一番の情報を皆様にご紹介いたします。それでは早速 VTR スタート。本日8月9日水曜日、朝8時30分、三栄大庵シティがグランドオープンいたしました。さあ比嘉恵子さんと島太鼓の皆さんによります祝い太鼓とともに、読谷高校の生徒さんによるダンス、そして店長さんの紹介などもあった後、そして多くの皆様がオープンを待ちに待ったオープンをということで、皆さんが駆けつけられています。店内には美味しいものもたくさんありましたよ。熊俊秀よりオープンにあたりご挨拶を申し上げます。誓いの言葉、本日は三栄大庵シティのオープンに際し、早朝よりご来店いただきありがたく熱くお礼申し上げます。本日めでたく開店できますことは、ひとえに皆様の温かいご理解と ご協力の賜物と深く感謝いたしております。また工事中は何かとご迷惑をおかけいたしましたことを衷心よりお詫び申し上げます。三栄大庵シティは毎日の生活に欠かせない食料品、生活雑貨をはじめ医療品、飲食店、電気館、トラックの松本清志、各種テナントなど一堂に集結しております。毎日気軽にお買い物できる地域密着型ショッピングセンターとして、快適でお客様に喜ばれる店作りを目指していく所存でございます。また読谷村の花、ブーゲンビリアの花は、情熱、明るさ、繁栄を表しているそうです。私たち三栄大庵シティも情熱を持って店舗運営にあたり、1年を通して色鮮やかな花を咲かせる明るいショッピングセンターになれますよう心がけてまいりたいと思います。私をはじめスタッフ一同、未熟なものばかりではございますが、日々皆様の声を大切に一致協力して、便利で楽しくお買い物をしていただける店作りに努めます。本日開店の日にあたり、皆様方の前でご挨拶を申し上げるとともに、心からご満足いただける店としてご奉仕いたしますことをお誓い申し上げます。平成29年8月9日、株式会社三栄大庵シティ総合店長久保利入。2017年8月9日、三栄大庵シティオープニングテープカットでございます。それではどうぞ。はい、おはようございます。待ちに待った、大庵シティが、三栄できましてですね、本当に職員館から医療館、お薬まで本当にここでまたたくさんのですね、ファミリーで楽しめる場所ができたということで、非常に喜んでいます。皆さん、エブリワン大庵シティにお越しください。おはようございます。開放銀行大庵支店の支店長をしております石川といいます。本日ですね、8月9日三栄さん大庵シティと同時オープンで、読谷村には2店舗目のですね、開放銀行の支店ができました。
先着ですね何名様には粗品もご用意させておりますので、ぜひですね、通帳の作成ですね、いろいろ相談がございましたら、ぜひ海宝銀行応援支店までご来店ください。よろしくお願いします。三栄経営企画部の玉寄と申します。よろしくお願いいたします。三栄大安シティはですね、新しい豊かさを皆様と共におコンセプトに、地域の皆様に愛されるような、店揃え品揃えを、取り組んでおります。家電から始まり、ドラッグストア、医療品、食料品、外食と地域の皆様が近くでいろいろな豊かさを感じられるような、そういうお店にしていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、お買い物もしやすくなりますけれども、またね、いろんなこうお店が入っていると、もうなんか新しい発見があるので、皆さんぜひね、三栄大安シティ、今日グランドオープンでしたので、ぜひ足をお運びください。また、先ほどね VTR の中にもありましたが、私たちのスポンサーさんでもあります、海宝銀行大安支店、こちらも重ねてオープンしております。さあ、なんと FM 読谷を聞きましたと言って新しい口座を作っていただくと、なんと可愛いこちら、どちらかがもらえるそうなんです。しかし残りわずかだそうですから、ぜひ明日一番でも、今日はねもう銀行閉まってますから、明日一番に行ってみてくださいね。以上、今日の一番ニュース、待ちに待った三栄大安シティの話題ご紹介いたしました。ゆうかん TV、 琉球新報先読みコーナー。このコーナーは琉球新報の提供でお送りいたします。明日の地方面ご紹介していきます。検診介護シロ救う、こちらワンちゃんの話題をご紹介いたします。近所の番犬事故で大怪我、沖縄市、後ろ足を車椅子に乗せ前足で元気に庭を走り回るのは、沖縄市日屋根に住む宮里さんご夫婦のワンちゃん、雑種犬のシロ、推定8歳。もともとは近所の資材置き場の番犬だったが、4年8ヶ月前の交通事故で下半身不随となりました。引き取った宮里夫婦の献身的な介護で、シロは死の危険を乗り越え、2人はすごい生命力だと目を細める、こちらの話題からご紹介いたします。宮里夫妻とシロとの出会いは約7年前、資材置き場で盗難防止に活躍していたシロを犬好きの八重子さんが気に入り、毎日のように可愛がっていました。しかし2年ほどが過ぎた頃、2012年の11月、資材置き場にシロの姿が見えない、翌日もその翌日も姿が見えず、どこかで交通事故にでも遭ってしまったのかと心配になっていた八重子さん、動物愛護センターのホームページで保護情報を見ると、北中城村の車道で引かれ、擦り傷だらけのシロの写真が掲載されていました。シロの写真が掲載され、事故のため背骨も折れ、その時2人はシロを引き取り、2人にとって犬の介護は初めての経験。シロは自力で尿を出せないため、毎日3回カテーテルで採尿します。今は1回15分できるが、初めは1時間もかかったそうです。また事故のため後ろ足が動かず、後ろ足と腹部が床や地面で擦れ炎症を起こすことも多く、毎月のように病院に連れていくことも多かったそうです。それでも献身的に支える理由は、シロが好きだから。今では夫婦とも力強く生きるシロの姿に元気をもらっているそうで、文代さんはシロ中心の生活を送り、長い時間過ごしてきた私たちの大切な家族だと愛情たっぷりに話をしています。さあ、そういったね、可愛いワンちゃん、そしてね、半身不随になっても献身的に支え合う家族の姿が新聞に大きく掲載されています。さあ、最近では読谷村で犬の保護、そして捕獲が相次いでいます。今日含め合計3件。皆さん、ワンちゃんを買った場合はしっかりと首輪、そして、役場での犬の登録をぜひよろしくお願いいたします。さあ、続いての話題をご紹介いたします。この虐待防止支援、15日カデナでフリマ、沖縄市の話題です。子どもの虐待防止活動の支援などを目的とするフリーマーケット
マンマーケットが15日午後11時から嘉手納町のネーブル嘉手納で開催されます。2013年の初めての開催以降、毎月開催されており、今年で4周年を迎えます。主催者が実施する全品100円のキツクのフリーマーケットなどもあって、全額が虐待防止のオレンジリボン運動、また養護施設に寄付されるということで、ぜひ多くの皆さんのご協力よろしくお願いいたします。詳しいお問い合わせは松田エレナさん、お問い合わせは 070-5816-3003 までお願いいたします。最近ではこういった児童虐待もすごく増えていますので、多くの皆さん、こういったことを防ぐためにも皆さん一人一人のご協力よろしくお願いいたします。最後の話題です。渋い鈴なり大豊作、南城市の話題です。南城市大里に住む玉城さんのご夫婦のお家に40個以上の渋いが鈴なりになっていて、毎朝水をかけながらまた一つできているねと眺めている、こういった話題が掲載されています。とても大きな渋いもあるということです。ぜひまたね、こういったお写真、明日の新聞にたくさん掲載されていますので、ぜひ明日の琉球新報お楽しみに。以上でした。このコーナーは琉球新報の提供でお送りしました。ゆうかん TV、 いやさあさあ、ゆうかんよみラジ。さあ今日の話題です。ゲストハウスカプセレント。さあこの夕刊読みラジのコーナーですが、毎朝9時観光情報番組読みたんラジオ、観光客の皆さんにもご紹介、そして地元の皆さんには再発見という情報をご紹介しています。ラジオだけでなく、この夕刊 TV では皆さんに動画をご紹介しています。それでは早速 VTR スタート。本日私は読谷村の大湾に、素敵なゲストハウスカプセレントがあるということでお邪魔しております。早速自己紹介お願いいたします。はい、ぐし一郎と言います。ぜひ今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、こちらゲストハウスカプセレントはどういったところになってますか？ドミトリー形式2階建てのカプセルベッドが全部で12。あ、12。実際に料金プランってどうなんですか？料金プランとしては、はい、会員制にしてて。あ、会員制、はい。会員と非会員とで金額を分けてるんですね。はいはい。会員さんは1泊2500円。はい。非会員、ビジターの方は3500円。あ、そうなんですね。わ、はい、かりました。はい、実際に、このカプセレントならではの何かこだわりとかあったりするんですか？あ、そう、これからこだわろうとしてるんですけど。これからですか？はい、ここの場所で、はい、いろんな人が交流してほしいなと思ってるんです。ああ、交流の場にしたいということですか？はい、でもちろん旅行者、こういうドミトリーカプセルベッド形式ですから、一人旅の人に集まってほしいのと、はいはい、でもし一人旅の人だったらこういう場所で、うん、一緒に仲間に、旅仲間になってもらってやってほしいっていうのが一つ、はい、もう一つはここをですね、はい、地元の方、地元の人にも開放して、うん、地元の人にもここに来てほしいんですね。あ、はいはい、で地元の人とそういった旅の人とかおしゃべりし始めたら僕はちょっといいかなと、そこにこだわり、今後こだわっていきたいなと思ってます。また本当に、ね、いいですね。観光で来られた方とか、まあ、地元の方がここで交流してワイワイするのも楽しいかもしれないです ね。今後、ね、こだわっていきたい部分の一つでもあるということで、ぜひですね、このお問い合わせ場所、お問い合わせ先ですね、問い合わせ先と、場所の説明ご紹介お願いいたします。電話番号は 090-866-8215、 これ僕の携帯電話ですね、はい、で、あと一応フェイスブックのページとか、あと、うん、Google の、はいはい、Google マップに載せてあるんですよ、この場所自体は、うん、はい、なので、Google でカプセレントって検索すれば、はい、場所がここにあるよというのはすぐ分かるはずです。うーん、であとホームページも今まだ途中ですけど作ってるので、これからどんどんやっていく、随時更新していくってことですか？はい、なのでそれも、多分今後 Google でカプセレントで検索していければ、はい、分かるはずです、はい、場所は大湾交差点から、はい、戸口ビーチ向け、はい、歩いてだったら3分か4分ぐらいですかね、うん、はい、で右手側、マルヒデリスの
トラリーとトラリー。わかりました。では最後になりますけども、ラジオそして映像をご覧になっている方々へ、ぜひこの PR よろしくお願いします。旅行者の方と、コミュニケーションが広がる場所になってくれれば一番いいなと思っているので、ぜひ活用してほしいと思っています。読谷村の大和にありますゲストハウスカプセレントの具志さんにお話をお伺いしました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、観光客の皆さんにももちろんですが、地域の皆さんとの交流をぜひねお勧めしたいという具志さん、毎週月曜日午後1時からインディゴのお仕事ということで、 FM 読谷のパーソナリティさんでもあります。さあこちら、そして、このカプセレントは Wi-Fi も充実しているということです。ぜひお気軽にお立ち寄りください。そしてぜひ宿泊してくださいね。以上、今日は、インディゴのお仕事をね、番組で持たれている具志さんのカプセレントをご紹介いたしました。観光情報番組読谷ラジオは毎朝9時、紫村サテライトスタジオから生放送でお届けいたします。明日もお楽しみに。ゆかん TV FM 読谷インフォメーション、今日の話題です。 FM 読谷 T シャツキャンペーンのお知らせです。さあ、スタッフも着用している FM 読谷のオリジナル T シャツ、なんと現在T シャツキャンペーンを行っています。通常値段が2500円なんですけれども、今はキャンペーン中なので2000円。カラーは白、黒、ピンク、水色の4色、サイズも SML XL とありますので、ぜひお友達同士、またご家族、そして職場の皆さん、ぜひねお揃いで着てみてはいかがでしょうか。FM 読谷インフォメーションをお届けしました。ゆかん TV、 まだまだ続くと、続いてはとことん読谷知っとこ読谷、最初の話題です。村内情報。今年も開催いたします、残波岬灯台と美ら海フォトコンテスト2017のお知らせです。さあ、テーマが2種類あります。一つは残波岬灯台、灯台が被写体に含まれる残波岬の魅力を伝える作品。続いて2つ目、美ら海、読谷村周辺の海で働く人々、船舶、マリンレジャーなどを題材とした美ら海の魅力を伝え、人々の海での安全意識を気づかせるような作品。この2つのテーマで皆さん写真応募してみませんか。さあ、こちらの応募締め切りは9月の20日水曜日必着となっています。応募先は那覇海上保安部交通課宛、電話番号098-951-3855までお願いいたします。さあ、続いての話題です。大鳥バスに乗って図書館へ行ってみよう、こちらの話題ご紹介いたします。さあ、図書館情報でも皆さんにご紹介しているんですが、この夏休みをぜひ皆さん図書館で利用してみませんか。夏休み図書館で読書や勉強した帰りは大鳥バスに乗ってお家に帰ろう。なんと無料券を配布いたします。ぜひこちらは当日のみの有効となりますので、またこちら夏休み企画として交付対象を学生さんに限定しています。詳しくはぜひ図書館を利用して図書館の受付でお問い合わせください。以上でした。さあ、続いて平成29年村県民税第2期分納期のお知らせです。8月31日までに第2期分の納付をお願いいたします。納付できる場所は役場、金融機関、コンビニエンスストアとなっています。皆様のご協力よろしくお願いいたします。このコーナーでは皆さんからの動画メッセージ、取材依頼も募集しています。 FM 数字の786 @fmyomitan.co.jp 以上、とことん読谷知っとこ読谷でした。ゆかん TV。 さあ、お届けしておりますゆかん TV、 今日は三重大和シティもねオープンしたということもありまして、きっと朝からももちろんなんですが、この時間もお買い物に行かれている皆さん多いと思います。そしてまたシナジースクエア周辺もかなり右折左折が多くなってきますので、追突事故など皆さん十分にお気をつけください。そしてここで皆様にお知らせがあります。
現在、読谷村内で迷い犬、こちらが3件入っていますので皆様にご紹介いたします。一番早い情報としては8月7日月曜日、残波岬公園にて犬が保護されています。ミニチュアダックスフンドのメス、色は茶色、首輪は黄色、リードは緑をつけていたようです。現在こちらは読谷村役場生活環境課で保護されています。続いて今度は読谷高校付近、こちらは雑種のオス、首輪は青、こちらも現在読谷村役場で捕獲されています。そして現在こちらは宇佐さんという方が保護してくださっているんですが、こちらは先ほど入ってきた情報です。読谷村高潮で、真っ黒のワンちゃんなんですけども、メスで首輪は赤、こちらのワンちゃんをね、宇佐さんというね親切な方が、ね、今保護してくださっています。詳しいお問い合わせなどは FM 読谷の公式 Facebook またブログなどにも掲載していますので、最近この読谷村内で首輪をつけたままの状態で保護捕獲されているワンちゃんがすごく増えています。こちらは飼い主さんが、本当にねタッチの差で、見つけきらない場合は動物愛護センターに移送され、殺処分の対象となってしまいますので、多くの皆様のご協力、そして犬を飼ったら必ず読谷村役場の生活環境課で犬の登録をお願いいたします。私たちもできる限りの広報はさせていただくんですが、やはりね、皆さんたちの一人一人の意識が、まずはとても大事になっていますので、ぜひよろしくお願いいたします。以上、ここで動物の迷い犬の保護の情報をご紹介いたしました。続いては読谷交通情報です。国道58号レオンカメラの様子です。さあ現在、那覇大湾交差点、嘉手納那覇方面、現在車少しずつ渋滞してきています。今日はね、三重シティ大湾のオープンに伴いまして、こちら南側に行く皆さんは、左折する車が多くなってきています。特にねこの時間帯になりますと大湾交差点、嘉手納沖縄市方面に行かれる皆さんは右車線をご利用いただき、那覇方面に向かう皆さんは右車線をご利用になってください。続いて大湾交差点からイラミナ・キナ方面、こちら現在車やはり少しずつ多くなってきているようです。皆さんね、安全運転に走行もよろしくお願いいたします。続いて、ラジオでも皆様にご紹介しています。平日朝7時30分、夕方5時45分にお届けしています。以上、読谷交通情報でした。ゆかん TV! みんなのお天気希望。このコーナーでは皆さんの明日の希望する天気をご紹介しています。さあ、今日はどんな希望でしょうか。ね、週の真ん中、水曜日。ね、そろそろ疲れているのでほっと休みたいところで曇りぐらいがちょうどいいかもしれませんね。それでは早速 VTR スタート。はい、皆さんこんにちは。クリーププロデューサーの普天間いおりです。8月20日21日チャタンライブハウスモッツで貧困児童支援特別イベント音楽劇クリープ公演します。ぜひぜひ皆さん見に来てください。そして明日の天気、私の希望はもちろん晴れ。8月台風来ませんように。明日晴れてくれ。はい、明日ね晴れるかな、どうでしょうか、気になるところですけれども、さあ連日ね台風の影響もありまして、ここ沖縄県もちょっと気圧の変化があるようですから皆さん気をつけてくださいね。さあ続いては天気予報です。本日夕方5時沖縄気象台発表天気予報、まず天気概況からです。本島地方は今夜夜遅くから波が高くなる見込みです。海上や海岸付近では明日にかけて高波に注意してください。続いて中南部のお天気です。南西の風やや強く晴れ、波は 2メートル、のち 2.5 メートルの高さです。続いて今夜から明日のお天気です。今夜は晴れ、明日も晴れですね。はい、皆さんやっぱり天気希望の通り晴れとようです。さあ最後に読谷村に出ている注意報警報です。
現在波浪注意報が出ています。警報は出ていないようです。しかしね、最近やはり台風の影響でしょうか、波が高くなってきています。2メートル 2.5 メートルの高さということは、特にね観光で沖縄に訪れていらっしゃる皆さん、ね、この海辺で遊んでいて波に触られてしまうということがないように、特にまたシュノーケル、こういったものをしている人は知らない間に流されてしまうということもあります。で、釣りをしている皆さんたちも波が高いとき、できる限り、海辺に近づかないように、またね、しっかりと、このね、あの海に近づく際には、最新の注意を払って皆様に、ご協力いただければと思います。この夏に読谷村で、そしてね沖縄県で、そして全国で、海の事故、水の事故などが一つでも減りますよう、よろしくお願いいたします。以上、天気予報でした。ゆうかん TV。 さあ、あっという間のゆうかん TV、 今日もね30分間、インターネットテレビとラジオで皆さんにご紹介いたしました。さあ、今日一番ニュースでもご紹介いたしました三重大湾シティのオープン、そしてね、私たちのスポンサーさんでもあります、開放銀行大湾支店もオープン、こちらをなんと今日もね皆さんにご紹介しましたが、なんとね、FM 読谷を聞きましたと新しい口座を作っていただいた皆さんに、数に限りがあるんですが、なんとこちら可愛いキャラクター、そしてクリアファイル、どちらかをプレゼントいたしますので、ぜひ今日はもうこの時間銀行が閉まってますから、明日の朝一番に行ってくださいね。さあ、お届けしてまいりましたゆうかん TV、 明日もまたこの時間にお会いいたしましょう。明日から私里帰りしますので、明日からのキャスターはまさやさんです。それでは皆さん、また明日。プレゼンティッドバイウィンズ池原建設。嬉しいこといろいろ、楽しいこと山ほど、ばっかりでもないけど、生きていけばいくほど、人は知れば知るほど、人は好きになるのよ。そんなベルにもなとくらなるほど、大げさなことじゃなくていいんだね。毎日通う道にかかる虹、同じ時を過ごし、同じ空見て、同じニュースで涙を流してたな。僕らのレディオよ響け、晴れの日にも別れの時にも、いつもこの音聞こえたら笑顔になれるのだから、涙がこぼれた日も、間違いただせず得た日も、光を灯せば聞こえてくるよ。始まってた僕らの未来。雨が降る日も晴れる日も、歩いて行こう。あなたと We'll be right back.